よいしょ。あれ、これでいいのかな。あ、こんばんは。ありがとうございます。もう132人の方が見てくれてます。ありがとうございます。おお、おお、もう200人ありがとうございます。うん、ありがとうございます。うわ、みんな見てくれてる。こんばんは。グーグー。おお、ありがとうございます。楽しみにしてくれたんですね。はい、そう、初めてなんで何喋っていいかわからないんですけど、かっけえ、嬉しい。キャップ、これは、ナイキテニスキャップの、ナダル選手のヨーロッパモデルです。 ありがとうございます。そうですね、レッツゴー、始まりました。あ、ゴールデンジム、あ、今日も行きました。自分でかいパーカー、これ、そう、オリンピアの、パーカーです。目指せロリミクラ。そう、うん、ほんとそうです。今はトレーニング中じゃないですね。あ、いつも元気をもらっているパーカー、そう、パーカー気に入ってるんです、これ。ミスターオリンピアのパーカーです。肩など怪我したことありますか？肩ありますよ。高校生の頃、脱臼、何回もして、筋肉つけて、そう、筋肉つけて脱臼癖直しました。なんだ、おー、シュラック、あー、こんばんは。ウィン君見れたら嬉しい。ちょっとウィン君、ちょっとウィン君、今お疲れでもう寝てますね。こんばんは。減量中有酸素はします。朝エンプティーストマックでして、夜ウェイトトレーニングの後、やってます。はい、北村さん大好きです、ありがとうございます。来年 IFBB プロになる方じゃないですか。嬉しいですね。なりたいっす。はい、キャッホイ、はるちゃん、はるみちゃんですね。何時までやればいいんですか？いや、様子見て、バッテリーと、はい、まあ1時間ぐらいやってきたら嬉しいです。あ、ですね、筋肥大は、僕は筋肉痛になれば、そこが筋肥大すると思ってます。筋肉痛になって食事をすれば、はい、定期的にやってほしい。ありがとうございます。でかくなるにはたくさん食べて筋トレが、そうですね。あ、大盛りで、コメントがちょっと追いつかないですね、これ。初めてやったんですけど。三頭筋のセット。何の映像見てるんですか？あ、今は、ジェイ・カトラー選手の、J2Z。 これ2枚組なんですけど、これ今流してます。オリンピアパーカーいいですよ。いいですね。シュラッグのコツ、シュラッグのコツは1回じゃなくて、1回やったら1回
70% まで落として 100% まで下に下ろす、この2モーションが自分は好きですね。いやー、アメリカ行ったことあります。あ、目を、なるほど、そうですね、ライジン楽しみですね、年末。いやー、ちょっとコメントが追いつかないんですけど、なるべく目に留まったものは拾っていきたいと思います。今体重は120キロないぐらいですね。あまり増やさないようにしてます。来年の2月ぐらいが、一番ピークで120オーバーして、バルクアップしたいですね。そう、このキャップは、スペインで売ってます。日本だとちょっと売ってないですね、このモデルは。ナダルのたくさん持ってるんですけど、これとこっちバージョンなら、あの、日本にあります。この斜めにあるナダルは、日本に売ってないので、外国のサイトから行きました。そうですね、たまにイベントして、 ありがとうございます。はい、ヤングライオンでした。あ、そうです、帽子の被り方、そうですね、あとこう帽子をこう普通に被っちゃうと、見えるか、顔が暗くて見えないんで、ちょっと斜めにしたりとかしてます。アメーバ、はい、頑張りました、すいません、負けました。かっけーって嬉しいな。あ、また大阪でイベントしたいですね。うん、北村さん大ファンになりました、ありがとうございます。あ、スカパーで見てくれたんですね、ありがとうございます。ローリーみたいに。足トレはそうですね、自分は、表と裏分けていて、四頭筋とグルートと内転と中殿筋、で二日目がハムストリングスとカーフで、表と裏で足トレは分けてます。プレワークアウトは何なんでますか。C4 とか飲んでますね。はい。ボディビュー大会中だったんです。ああ、ありがとうございます。もう一回一番になれるよう頑張ります。レッツゴー。ダブルバイセップス、いやー、やりますか。ちょっとね、ちょっとだけ腕も最近調子がいいんで、はい、調子がいいです。はい。コメントがね、ちょっと見づらいんですけど。あ、インスタライブやったきっかけは、そうですね。皆さん周りの影響でやりました。今後 YouTube ライブとかやろうと思って、ちょっと一回練習をしようと思いまして、やりました。そう、シンさんは今、ハワイにいます。上腕何センチあるんですか？今、55以上はあると思います。
頑張って60センチ目指します。オフの時は。減量したら、どっちにしろ、少しサイズダウンはしてしまうので。北村 T シャツ販売ありますか？いや、販売する予定は、ちょっと、今、考えてます。お正月は何するんですか？まあ、ライジン見て、帰りは普通に休んでゆっくりしたいと思いますけど、多分ゴールドジム大森に行くと思います。大森が休みだったら、ヒーロージム行きます。ありがとうございます。かっこいいは嬉しいですね。そう、アンポさんともね、コラボできるように、したいですね。北村グッズ販売してほしいです。ありがとうございます。プロテインパウダー飲んでないって本当ですか？あ、食事がすぐ取れた環境にいたんで、プロテインパウダーは飲んでなかったんですけど、今移動とか、あと、減量した、してる最中は、プロテインパウダー、飲む、飲んでますね。これ、今ないな。今ないんですけど。そうですね。今、ちょっとプロテイン、持ってこようかな。あれ？ないっすね。ジャックハマー。ありがとうございます。ジャックハマー、超得意技でした。すごい力使いますけど。うん、そう、山本ニュートリジョンと思いきやこれ北村ニュートリジョンっていう、昴生くんっていうプロレス時代のファンが作ってくれて、それをもう来てますね。オリンピアの感想、まず、そうですね。ほんと、馬力のある、トップ4が、決勝で争ってたなと思います。で、まあ、ローリー・ウィンクラー選手が、今回コロナで欠場ってことですごい残念だったんで、まあ、そうですね、ビッグ・ラミー選手、ブランドン・カリー、フィル・フィリス選手、あと、ハディ・チョーパー選手。ちょっとバルク時代が、また到来するんじゃないかなと思ってます。すごいエクストリームな体。エクストリームな体が、次はトレンドなのかなと思ってます。うん、トレーニング中は、そうですね、EAA、EAA と、食後にクリアチン、で、トレーニング中にグルタミン、トレーニングゴイゴイも飲んでます。あと、CCD とか、カーボ、この間までビターゴ飲んでました。ファインラボスさんの、僧帽筋かっこいい。ありがとうございます。僧帽筋はね、中学時代から、発達してたので、帽子しますね。そうですね。憧れ。そうです。バルクスさんの飲んでますね。日本のビッグラミー、なりたいですね。ビッグ K に。なりたいです。ジムで会ったら声かけてもいいですか？もちろんです。大丈夫です。いつでも声かけてください。ちょっとコメントが、そう、昴生さんが作ってくれた T シャツですね。これは帽子まっすぐかぶってください。かぶりますか？まっすぐ顔がね、暗くなっちゃうかなと思ったんですけど、胸ピク。 I think this will be the
英語はリルビットですね、本当に。少ししか見えないです。佐藤晴美さんと会えなかったです。まだ憧れです。CCD ですね、CCD。かっこいいです、応援します。ありがとうございます。いやー、こんなにコメントをいただいて。ありがとうございます。大学レスリング時代の話が聞きたいです。そうですね、大学生の頃は、1年生怪我してて、2年生から、本格的に指導して、運よく、インカレ、2年生で優勝して、その勢いで、大学3年生の時に、フリースタイル120キロ級でも優勝して、世界ユニバースと世界選手権シニア両方出て、まあ世界の厳しさを、味わいました。北村さんのブランドを作ってください、 T シャツ。そうですね、ちょっと作って皆さんが求めているならぜひ作って、トレーニングウェアとか、してほしいですね。あ、クリスマスは、はい、あのジムリマスでしたね。うん、増量中1日の水分はどれくらい足す？あ、増量中は1日まあ8リットルぐらいは飲んでますね。はい、10リットル行くと決まります。鬼滅の刃、はい、見てます。まだ映画は見てないんですけど、これあれですね、コメント読むの大変ですね。背中取れは最初ないんですございますか、アシスト付きチューニングマシンです。今年はジム、あえて僕、週に、体全身を、6分割してるんですけど、なので、中6日で、1日、1回1回、筋肉の部位を変えて、るんですけど、そうですね。本当に疲れ切った時だけ休んでました。あとは、週、ほとんど7回、ジム行ってましたね。あ、バスケ好きです。NBA も大好きです。もともと、小学校、中学生の頃、バスケ部だったので、その影響でバスケ大好きです。だ、未だにスラムダンク読んでます。ネットフリックスでもスラダン。はい。服はどこで買っているんですか？大体この、ですね。ブランドで言うと、ネビアっていう、このメーカー。ネビアで、買ってますね。すごい体のシルエットとか、ボディラインとか綺麗に見えるんで、好きです。ネビアで、体は、そうですね、全身統一してますね。うん、自分は高校生、中学 2年生の頃からジムに通ってました。で、高校1年生からゴールドジムに通ってました。服のサイズは、だいたい 2XL で入ると思います。はい、US。日本だとちょっと、日本だとそうですね、3XL、4XL になりますね。ああ。
筋肉を作るためにやらなくなったことはありますか？そうですね、無駄に動かないくなりました。歩いたりとか自転車を最小限にして、はい。ジムでトレーニングするのに全力を尽くしてました。誕生日プレゼントバスケウェアは、はい、大切に着てます。そうですね、ポパイさんとオープンボディビル盛り上げたいですよね。まあ僕がまだ言えたたちじゃないですけど。あ、はい、食事のカレーは、はい、ほぼ毎日食べてます。ありがとうございます。いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。1.4 の東京ドームにはちょっと行けないですね。お、ヘナーレありがとう。ライウェイベイベー。北飯、はい、北飯はもう食べますね。バルクアップに入ってるんで。もし格闘技に転換したら、そうですね。一日何キロ？あ、ケイコさんありがとうございます。アップ内は北村克也が出てる時が一番リスナー、ああ、たまた、そうですね、節目節目で出させてもらってるんで、ありがたいです。はい。ああ、そう、絶対プロになって、皆さんに恩返しして、もっとね、ボディービル界、そしてフィットネス界を、もう盛り上げていきたいですね。そう、ネックレスよく聞かれるんですけど、これはもう日本にあんま売ってなくて、あんまっていうかもう一個も売ってないと思います。アメリカに行かないと売ってないです。一日何食？今は一日、6食食べてます。でもこの間のオリンピア見て、ビッグラミー選手の食事とか見直したら、8食食べてる。こうか。8食食べてる時があるので、なるべく食事の回数は、増やしたいですね。バイクは、一番最初に乗ったのが、ドラッグスター、アメリカンです。で、その次が、忍者400。今、はやぶさ 1300cc です。バイク、好きですね。バイクで乗ってる期間が好きです。シンさんすいません。コーチのことをどう思ってますか？そんなの。そう、びっくりした。シンさん見てくれてありがとうございます。コーチのこと大好きです。はい。シンさんの言葉ってすごい、力があるんですよね。一言一言に。なんで、シンさん、うん。なんて言うんだろうな。ボディービルの師匠でもあり、人間としての師匠でもあるので、人間性も、あと優しく励ましてくれる、ところがね、本当に、うん。もう、うん。そう、シンさん、夜中なのに見てくれてるから、本当ありがとうございます。ありがとうございます。そう、シンさんいなかったら、こんなにボディービルできてないですし、そう。うん。もう、シンさんありきで今の自分がいるので、そう、ボディービル、でね、今トップ、日本のトップ走ってる人と一緒に、もがき苦しむ。長いから次、もう読んで、すいません、そうっすね。はい。審査の話してたら多分、5時間ぐらい喋れるんで、一旦じゃあ。そうっすね、ポパイさんとも、はい。
あ、恵子さんありがとうございます。いい笑顔で、ありがとうございます。すいません、明日、美容室予約したんですけど、ちょっと、予約変更します。明日、ちょっとバスケットの 3x3 を、3on3 か。をやる予定のお仕事をいただいたので。そうですね。日本のボディビルを世に広め、っていきたいですね。もっと。はい。5時間は短いぞ。そうですね。瞳が綺麗。ライバルとかはあまり考えてないですね。もうプロになって、プロの人たちってみんながお互いリスペクトし合ってるんで、はい。プロなりたいっすね、ボディビルで。そう、ボディビルやってるからにはプロになって、箔をつけたいので、自分自身に。恵子さん、ありがとうございます。いつもね、髪型、かっこよくしてくれてるんです。恵子さんのとこで。全然イケメンじゃないと思います。一日のトレーニング時間は、部位によって違うんですけど、僕はちょっと長、ボリュームが多いので、2時間半は行ってますね。今日は背中だったんで3時間やっちゃいましたね。あまり1時間でバツンと終わるのは、できないですね。あ、ローリー、笑顔似てる。ありがとうございます。T シャツかっこいい。嬉しい。50メートルベストタイム。結構早かったっすよ、昔は。毎回。中学生ぐらいの時から足が速くなってリレーの選手でした。そう、僕の今着てる T シャツは、世の中には2枚しかなくて、そうですね、また、オリジナル T シャツちょっと作る予定ではいます。そうですね、浜崎彩香さんとは、もともと職場の先輩後輩で、そうですね。トレーニングを通じて、仲良くさせていただいて、ゴートレも一緒にしてます。今、120いかないぐらいですね、体重は。僧帽筋トレーニング。シュラックマシンで35回を10セットやった後に、ケーブルで、最後、効かす感じで、3セット35回やってます。僧帽筋は公開数やってますね。トレーニング動画、そうですね。シンさんと2人でオリンピアのステージに立ってほしい。それはもう本当にね、それがモチベーションでやってるようなもんなんで、はい。シンさんの足、なんつうんだ。そう。お互い相乗効果でいきたいです。足を引っ張ることは絶対にしたくないんで、シンさんの。はい。クラシックフィジーク、めっちゃ、応援してます。バックダブルパイ。バックダブルパイね、なんだかんだ一番好きですね。僕の中で。一番、なんていうんですかね。減量できた時に決まるポーズかもしれないです。武器になるポーズかもしれないですね。塩分は、ちょっと今多めにとってます。汗かいたり、水を蓄えたい。筋肉に蓄えたいので塩分取って、あれですね、筋肉を減らしたいです。筋肉の得意部位はどこですか？得意部位はどこなんですかね。ちょっと自分ではよくわかんないんですけど、背中かなと思います。背中バッラットがこの、はい、ラットプルダウンが一番好きなんで、
何のバイク、バイクはね、最初ハーレーに憧れてましたけど、今は、ハヤブサです。結構そう、オフの時はカロリーは、サイドジェストしようから。こっちか。ちょっとすいません。露出ができないんで、あんまり。シンさん、そう。シンさん見てくれてるのに、もう夜なのに。格闘技はもう、やる、まあ、あれですね。ちょっとやるとしたらもうそう、組み技系ありですね。総合格闘技とかのルールじゃないと、ちょっと、打撃は、3年ぐらいかかると思います。習得するには。明日ジムは、午前中行く予定です。でかい、でかい、ナイスバルク。あまり丈夫じゃ、はい、シンさんすいません。すいません、ちょっとポージングちょっと今、ちゃんとできなかったです。シンさん、おやすみなさい。そうですね。シンさんおやすみです。みんなシンさんおやすみなさいって言ってます。好きなパスタは何ですかって、鍋さん。パスタ大好きですよ。ミートボール、スパゲッティは。腕トレのコツ。腕トレは3セット多種目で回ってます。で、そうですね。3セット多種目で、十分なウォーミングアップがしてた時は、12回が限界の重さで、セットを組むようにしたら、あの腕の筋肉痛が、すごい増えたんで、ね、それでも成長してきたんで、はい。うん。え、あ、今日ジムで会いました？もしよかったら声かけて、欲しかったです。コメントがそう、なかなか読みづらくてちょっとごめんなさい。ベンチの重量が伸びません。アドバイスお願いします。ベンチプレスは、筋肉量がついたからといって上がるもんじゃないと思うんですよね。ベンチプレスのやり方を体に身につけて体幹を使って上げるとベンチプレスは伸びるはずです。なので、ベンチプレスの上げる練習をすると重量をは上がると思います。そうですね。鍋さんも見てくれてますね。ありがとうございます。ようやくコメント。ウィン君ね。どうだろう。今ちょっと寝てるからな。あんまりね、まだ子供だから寝てるときは。成長させたいですね。小学校の頃筋トレしましたか？小学校の頃はバスケしかしてなかったです。中学校の、後半からやってます。前腕のトレーニングは、ハンマーカールぐらいしかやってないです。はるみちゃんも寝てますね。そう、ミートボールはもう、でも一回失敗して学んだことが多いんで、あの、これコメント大きくいけないかな？あ、やべ。コメントに追いつかないですね。そうです。大森行ってますよ。大森のゴールドジム行ってます。ヒーロージムにも行ってます。37歳から筋トレは遅くないですか？遅くないです。周りの方々の、その20代前半の人たちと比べたら、やっぱりあの、成長とかは、比べるものじゃないので、自分なりにマイペースにやった方がいいと思います。あ、清水太一さんありがとうございます。
ウィットネイン、筋肉トレーニング、ジムとの戦い。そうですね。ドラゴンボールはね、誰が好きとかあんまなかったんですけどね。はい。あ、トレーニング、そうですね。いつかとかも、もう、教える側にもなりたいですね。チャールズ・グラスのような、名コーチという。プロレスラーにはなるために何が必要？気持ちじゃないですかね。気持ちと、あと、食事して、寝ること。それしかないんで、もう、あとはその、プロレスラーの中での練習生の頃の、厳しい訓練に耐えれば、デビューしたらすごい、楽しいことが待ってると思います。半沢直樹、まあ見てないです。見れてないんですよね、ちょっと。視聴者ありがたいですね。そうですね、清水さんともコラボしたいですね。めちゃくちゃでかいですからね。はい。あ、はい、北村さんってありがとうございます。見てくれてるんですね。あ、そうですね。今度のバルクキは、そこまで乗せないで行くつもりです。プロになってから2年間ぐらい、めちゃくちゃバルクアップして、そうですね。バルクモンスターになりたいです。うん。ネックさん大好きです。ネックさんの動画は、ほぼ毎日見てますね。ボディービルの大会。ありがとうございます。肩トレで一番効く種目はダンベルショルダープレスです。三頭のトレーニングでリップスが入るんですが、リップスは、そうですね。自分は胸と前肩に入っちゃうんで、リップスは、やるとしたら一番最後に持ってきます。そうです。ビッグラミミのような、バルクモンスターにならないと。いけないとは思ってます。アマチュアの頃はまだ慣れないですけど、ビッグスリーは未だに、そうですね、スクワットはやってますね。スクワットと、あとダンベルでスティッフデッドリフトとかはやってます。ベンチプレスはもうやってないです。シンさんの分のミートフィットネスカレー食べました。食べない。いや、食べちゃって、食べてないですよ、しんさん。あの、事務所にあったやつですよね。あの、ミートフィットネスさんからカレーは、あの、ファンの方から誕生日プレゼントで、あの、食べました。しんさんまだ見てくれてる。ねえ、しんさんね、いるから、ボディービル界盛り上がってますし、16年ぶりの、プロボディビルダーですからね。シンさん。半端ない男ですよ。しかもナショナルの大会で。はい。あと、それに続いたポパイさん。ああ、もうね、あの二人はすごい。もうジムで見ても、シンさんとポパイさんの体はもうすごいっすね。はい。また二人のね、減量の仕方がすごい上手いんで、いろんな意見を聞いて、いろんなやり方をね、試して自分に合ったやり方を、ちょっと次はやろうと思ってます。そうですね、体重が重いと、
僕バイクもパンクして何回もしたんで、ちゃんとしたバイク乗ないと危ないですね。え、あそこの冷蔵庫に入ってるものは何でも食べていいから。マジっすか、しんさん、ありがとうございます。いつもお腹空いてるんでいただきます。めっちゃ嬉しい。八村塁さん、めちゃくちゃ好きですよ。 NBA で大活躍してますもんね。オールスターにも選ばれて。あの時た、あ、タイチさんありがとうございます。あの時食べて、ごらんの水戸さん。あー、ミートボールとミート、スパゲッティ。ダブルです。両方です。でも、シンさんに話したら、それは計算内だったと。なんなら、カーボ入れてちょっとパンプアップしたんで、トレーニングのパフォーマンスが上がりましたね。ありがとうございます、清水さん。すごい。すごいな。うん。最近バイクは、そうですね。必要最低限です。本当にジム行くときだけぐらいですね。はい、ヒーロージムに行くときとか、あと大森のゴールドジムに行くときしか乗らないです。あとウィン君と自転、そうですね、走ってます。うん、そう、単行部は本当想定外。本当に一番僕の嫌な頭がでっかくなっちゃうことになっちゃったんで。バルク、そう、バルク、ほんとつきたいっすね。タンクも治りましたよ。もう治ってます。ただ、まだちょっと、うん。まだし、なんか、しこりみたいになってます。ここは、ちょっと。ああ。好きなスポーツ選手はたくさんいますね。もう皆さん、うん。バスケ、格闘技、ボディービルのトップの選手はみんな好きかもしれないですね。正月食べ過ぎ、そうですね。正月食べ過ぎないようにします。ただ、正月トレーニングはガンガンやろうと思ってます。大盛りどれぐらいの頻度、週ほぼ7回通ってますね。ヒーロージムにも週、5回は通ってます。マッスリグリルと久しぶりにコラボしたいですね。アザミ、あれ、清水、こんにちは。かつては面白いシンさんシンさん、アシストありがとうございます。そうですね、ゴールドジムの府中に通ってた頃に、清水太一さんと、仲良くさせていただいて、からの、こんなバルク すごい人いるんだと思いまして、もうバカでかい三頭筋、バカでかい、もう全部でかいですね、清水さんは。そうですね。で、あと、うん、そう、シンさんまだ寝てない。シンさんもなんだかんだ見てくれてる。本当に。本当にありがたい。シンさんがいなかったら、そう。ブレちゃってますね、僕多分。道に。鉄拳やりに集合。鉄拳はそう。鉄拳は昔なんか中学生の頃の思い出して、やっちゃうんですよね。楽しくなって。そうっすね。でかい人、集まってます。日本一でかい、ボディービルダーになりたいっすね。うん、まだ慣れてないんで、多分。母は夜中の2時43分。
そうなんすか。シンさんすいません。ピースピース。ピースピース。ラブパンプ。シンさん、ほんとピースピース。ピースピース。あ、そうですね。シンさんも一緒にインスタライブやってくれたら、もっと、フィットネス界盛り上がって、ボディービル界盛り上がって、はい、行くと思うんで。シンさんがいない間の期間、なんか自分にで、なんかできたらいいなと思ってます。はい。ここで、清水くん、どうも、久しぶり、最近動画見てますよ。ここでのやりとり。清水さんと、シンさんがここでやりとりしてます。遅いのに。シンさんはハワイに、はい、帰ってます。で、日本に、1月中に、戻ってきてくれるとのことで、ピースピース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 。そうですね、はい、その通りです。僕は生放送向いてないんで、シンさんがいないと、はい、ダメです。あ、キャップかっこいい。ありがとうございます。ポパイさんパーカーまだ買えてないんですよ。すごい人気なんで。清水太一さん、動画見てくれてありがとうございます。パプナイ結構見させていただいてます。ここでのやりとり。バルクモンスターの二人が、ここでのやりとり。日本最大のバルクの二人が、勝谷さんのインスタグラムで、もうわけわかんねえ。確かに。お強し、そう、タイマゾフ。タイマゾフにね、大学3年生の時、スパーリング挑んで、世界選手権前、全身筋肉痛で、やりましたよ。試合を。アリトゥールタイマゾフ、オリンピック4連覇、してます。120キロ級フリースタイル。シンさん、またここでやるといい。パプナイみたいなはずが、そうですね。パプナイのシンさんってすごいアットホームで、あの雰囲気を僕も出せたらいいんですけど、まだまだ到底及ばず。そうですね。いつかシンさん、ポパイさん、私、で、なんかそのインスタライブというか、その、バルクの、ね、チームヒーローで、なんかトレーニングとか、してる動画とか、アップしていきたいなと思ってます。そう、タイマーザフはロシアのレスリングモンスターです。すごい体してます、アスリート。めちゃくちゃ、背中と足、レスリングに必要な筋肉がすごいでかい。体脂肪も全然ない選手ですね。そうですね。公開トレーニング動画。あ、ありがとうございます。そうす。名古屋でね、トレーニング公開したんで。はい。あの時のままですよ。メニューは。だいたいあんな感じです。あれにプラスアルファね、今は、バルクアップ機なんで、かなりボリューム増やして。大森のゴールドジムにある背中のマシンはすべて、3セット12回、やりきって、ます。今日もやっと来たんで、明日、明後日、めちゃくちゃ筋肉痛になると思うので、めちゃくちゃ、ご飯食べて、スリープして、バルクアップしたいと思ってます。北丸さんかっこいいです。影響受けて、女性ですが、ジム、あ、ありがとうございます。ジム通った方が絶対、はい、いいと思います。いいと思いますというか、はい。僕の影響で、ジムに通ってくれるなんて、本当に、ピースピース。ピースピース。ピースピース。明日からダイエット頑張るので。そうですね。テーマは、PFC。タンパク質。プロテイン。同じか。PFC だから、
そう。プロテイン、カーボ、ファット、それに気をつけて、トレーニング、そして食事、気をつけないと、ダイエットがうまくいかないので、そこは、頑張ってください。タンパク質は、取りすぎたぐらいでもちょうどいいと思います。ただ、ファットとカーボは、ダイエットの天敵なので、気をつけてください。フィッシュオイルとか、おすすめします。ファット取るときは。バルクアップも、12回できる重さ。そうですね。自分は、部位によって違うんですけど、胸、背中、胸、足はだいたい12回ですね。小さい筋肉になると、ちょっと回数変えたりとか、肩とかは、結構高回数で、パーシャルが多いですね。パーシャルレップが。今日もかっこよすぎですねってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。こんな見てくれてるんですか。寝てるとき、いびきありますね。血管は、ですね、血管は、もしかしたら、遺伝かもしれないですね。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんは、すごい、体の血管が太かったんで、血管はね、あとその体脂肪が減ってくると浮き出てきますので、あとその乳酸の溜まるトレーニング、限界を超えたトレーニングをしていると多分血管はどんどん太くなっていくと思います。北村さん優しい、強い男は人に優しい、ありがとうございます。そうですね、レスリングやってても思いましたし、格闘技やってても思いましたし、ボディービルやってても思いますし、強い人ほど、優しいです。多分、トップ張ってる人たちは、その、本当に強い人たちを見てるから、そういう経験があるから、優しいんだと思います。アンポくんはすごいアスリートとして優しかったですね。すごいいい人でした。オリンピアもちろん見ましたよ。大興奮して。ただローリー・ウィンクラー選手がね出てなかったんで、一押しの選手が出てなかったんで、まぁ、ちょっとね残念がって見てたんですけど、なんだかんだバルクのある4人、あとウィリアム・ボナック選手か、5人で、あとディクスター・ジャクソン選手が引退の、大会だったんで、そうですね、オリンピアの感想ね深いっすよ。あれ見てすごいモチベーション上がりましたからね。バルク時代到来するんじゃないかな、もう一回って思いました。だからバルクモンスターのローリー・ウィンクラー、ビッグ・ラミー選手、ブランドン・カーリー選手、フィルフィン選手、そうですね、ウィリアム・ボナック選手、コンディションとバルクのある選手が今回オリンピア、トップ張ってたんで、自分もそうなりたいですし、ビッグな、そう、ビッグ北村、ありがとうございます。ビッグな北村になりたいですね。そうですね。そう、数年後あの舞台に立つために今は頑張って、筋肉を大きくしつつも、コンテストに向けて体を絞ります。なのでプロになるまでは大幅なバルクアップは、まだわからないですね。プロになったら2年間はバルクアップ期間を設けさせてもらいます。そして、インプルーブして、めちゃくちゃでかいバルクモンスターになりたいです。
ハディチョ、あ、そうそうそう、は、忘れてました。そう、ハディチョーパン選手もすごかったですね。多分、あの、腕だけじゃないですか？他の選手に。ちょっと負け、3投だけ？あとは全部、うん。勝ってたんじゃないかな。他の部位は全部。ウエストも細かったですし、なんて言っても足が太いですよね。そう、本当ハディチョーパンすごいっすね。イランの英雄ですね。はい。世界、ね。世界戦行きたいっすよね。シンさんとポポエさんと。レッグプレスはワイドと、ノーマルナロー3種類やってます。フィルフェイスちょっと残念でしたね。うん。チョーパン決勝、そう、ハディ・チョーパンは決勝で、だったら2位です。本当に、うん。かなりすごかった。うん。三頭筋だけだと思います。うん。負けてたの。あとはもう、ほんとすごかった。あ、黒川さんごついですよ。黒川さんの弟、お兄さんと弟さん、弟さんは僕、一緒に全日本合宿行ってましたね。あの、僕、黒川選手と全日本決勝で当たってるんですよ、レスリング。そう、レジェンドディクスター・ジャクソンもいましたね。カイ・グリーン。カイ・グリーン、そう。カイ・グリーンはね、もうほんと戻ってきてほしい。あの何？下から入って、そびえ立つ、背中、ロアバックですよね。あんな人いないですよ、他に。ビッグラミーに勝てますか？ビッグラミー選手とは、年齢が1個しか変わんないんですよ。1個先輩で。うん。ビッグラミーに勝てるような男になりたいですね。いや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 。コロナに負けないためのメッセージ。うん。前向きに好きなことをやって、そうですね。一日一日を大事に楽しく過ごすことがいいと思います。そして、うがい手洗い徹底して、カッツンならあの舞台に行ける。めちゃくちゃ嬉しい。行きたいっすね。本当に行きたい。毎日見てますから。フィル対カイグリーン、最高に面白かった。ビッグラミーって歯があるんですか？あ、歯あると思います。3年になったら大会出るので一言お願いします。3年経ったら。3年間じゃあ頑張ってください。下積み。で、馬力をつけて、シェイプして、ベストな状態で、なって、堂々とステージ、そしてポージングしてください。そうですね。ビッグラミーの選手、足はね、半端ないですね。あれ、あの外側頭は、おそらく、どうやっても、ジェネリックですね。DNA がいいので、そこまで行くと思います。なかなかああいう足にはなれないですね。でも目指して頑張ります。フィリフィエスのお腹はどう思いましたか？僕が言えないですけど、まあでも、お腹だけですよね。あとは全部、すごい。うん。好きなボディービルダーは、ローリー・ウィンクラー選手です。あと、ジェイ・カトラー選手。ああ、そうですね。前田明さん。前田さんでかい、すごい体でかいですね。そう、ラミーは今回絞り抜いてきましたね。サイズ残して。サイズ残すからすごいんですよね、あの人たち。ブライドン・カリーの黄色。ね、去年も黄色だったんじゃないかな。違うかな、決勝は。うん。クラシックフィジークも見てますよ。シンさんがクラシックフィジークトライするって言ってからずっと見てますね。クリス・バムステッド、連覇しましたね。すごいかっこよかった。うん。あれも、僕もね、あれぐらい、なりたいな。うん。渋くてかっこいい。あ、
うん、僕もローリー大好きです。でかすぎです。でかいでかい。ローリーをめちゃくちゃでかい。本当に生で見て、一番、生で見て感じました。なんでローリーとジェイカトラ、まずジェイカトラ選手もでかいじゃないですか。で、ローリー・インクラ選手もバカでかい。で、二人は共通しているのは、トレーニングが、すごく丁寧に、重さを追ってるので、すごく好きになりました。僕もジェイカトラ選手、とか、ローリー・ウィンクラー選手のトレーニングを真似するようになって、体が、発達したので、それで好きです。うん。そうですね、プロに本当になって、世界最高峰の舞台で、シンさんと、行きたいですね。そう、ローリーはね、前腕もやばいんですよ。うん。生で見て、おととし、2019年の CJBBF のフッサでやった大会で生で見て、そっからボディービルディング転向しようと思いました。はい、お風呂行ってきてください。YouTube ライブお願いします。なんだかんだでちょっと1時間、なりましたね。皆さんちょっと疲れてきたんじゃないですか？北村さんにとってボディービルとは何？うん。人間としての生きる原動力。あ、この間ヒーロージムで写真撮りましたね。ありがとうございます。また撮りましょう。お願いします。地方でセミナー、まだね、プロじゃないんでセミナーとかできるレベルじゃないですけど、シンさんとか、ヒーロージムメンバーで、セミナーとかできたらすごいいいですよね。北村さん、日本一のバルクですよ。めちゃくちゃそれは嬉しいです。バルクは本当に、武器なので僕にとっても。シンさんからも言ってもらいました。クラシックフィジークにも頑張って絞って出ようかなって大会前に相談したんですけど、カッツンにはバルクっていう、勝負どころがあるから、オープンボディービルで今回は行った方がいいよって言ってくださったので、まあそれを信念を曲げずに、頑張ります。北村さんを見てモチベーションをいただいてます。最年少で IFU のプレイを、ああ、頑張りましょう、お互い。はい。頑張りましょう。腕周りは今多分55はいってると思いますね。かなり太くなってます。はい。60センチオフで目指したいですね。僕以前トレーナーやってました。パーソナルトレーニング、トレーナー、トータルワークアウトで。トレーナーとしても、頑張れるように、IFBB プロという、肩書きが欲しいですね。トレーナーとしても頑張れるように。今で言うチャールズ・グラス選手みたいな、名コーチに、いつかなりたいなとは思ってます。はい、僕もね、パーソナルは、したいなとは少し思っています。ただ、そういう、もしパーソナルトレーニングしたい方は、インスタグラムでの DM ください。まあ、やれることは、全力で尽くすの、やりますので。北村さんのパーソナルトレーニング受けたい。あ、パーソナルトレーニング。うん、パーソナルトレーニング。パーソナルトレーナーとしてもね、今後活躍の場があれば、うん、トレーナーとしてもやっていきたいですね。誰にでもバルクアップの可能性はありますか？素質が一番。いや、はい。誰にもバルクアップの可能性があります。環境次第ですね。環境が一番です。僕の一日のトレーニング時間は、オフの時は、ウィートトレーニングで2時間半です。減量に入ったら、それが朝1時間カーディオ、夜1時間カーディオします。カーディオとは有酸素ですね。
そう、神戸のグランドストームでもパーソナルやってます。今ちょっとコロナで行けないんで。え、眠そうですか？そう、いつもこう、そういう顔になっちゃうんですよね。枕元に胸肉は置いてないですね。カーボドリンクは置いてますけど。皆さん、そろそろ疲れてきましたかね。1時間過ぎましたね。あっという間でした。ジンさんともコラボしたいですね。1日の摂取タンパク質。あ、かなちゃん、ありがとうございます。また来年。てか、大晦日。タンパク質は自分の体重かける3取ってます。頑張ってそれは取らないといけないですね。ローリー仮面。あ、ローリー仮面、見せたいんですね。はい、びっくりすると思いますけど。今度インスタでアップしときます。そうですね。山岸さんは、でかいですし、やっぱコンディショニングがすごいですよね。あそこまで絞れる人はなかなかいないと思います。マッスルグリルともコラボ。はい、またしたいですね。はい、本当楽しかった。ありがとうございます。皆さんありがとう。はい、ありがとうございます。そろそろね、お開きと行きます。あ、こんにちはって来ました。勝也さん大好きです。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。固まらないうちにライブ、フィニッシュ。そうですね。まだか、さっきご飯食べたんだね。はい。そう。はい、皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。また、インスタライブしますので、その時はよろしくお願いします。ケビン・ランデルマン選手大好きです。ミルコ・クロコップ戦、感動してます。お疲れ様です。はい、楽しかったです。僕も楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。面白かったらよかったです。はい。ありがとうございます。清水さん、ありがとうございます。はい。また、近いうちに、やりたいですね。はい。ウィンちゃんにもよろしく伝えときます。はい。バイバイ。またお願いします。あ、シンさん、はい。はい、もう本当に、かとばらないうちに、寝てください。はい。また日本で会うことを楽しみにしてます。ありがとうございます。おやすみなさーい。ありがとうございます。おやすみなさい。目指せ。ミスター・オー。レッツゴー。全然切れない。切るタイミングはない。はい。おやすみなさい。皆さん。はい。おやすみなさい。切りますね。はい。おやすみなさい。切りますね。おやすみなさい。バイバイ。またお願いします。ありがとうございました。